そっと視線を合わせております。がっちりと握手をいたしました。さあどうやらアメリカ代表は兄貴のドリー・ファンク・ジュニアが登場してまいりました。そして日本のフレッシュコンビ天竜の登場であります。山田さん、アメリカの師匠との一戦、天竜どんな気持ちでしょうね。そうですね、やはり、まあ、非常に胸中複雑なものがあるとは思いますけれども、はい、これもやはり男の晴れの舞台ですからね、ドンとぶつかってほしいですね。まあ、はい、リング中央の打ち合わせの時にテリーが別れ際に天竜の肩をトンと叩いて、さあ来いよというような感じでね、いましたけれども、素晴らしい男のロマンというかムードが感じられますね。まあ、それにしてもこのザ・ファンクス、まあ、テリーもドリーも髪の毛をですね短めに切って、そしてお揃いのこのリングコスチューム、そしてトランクスをつけていますね。それからですね、山田さん、はい、日本側のこの旗と天竜のですねトランクスを見てください、同じ色ですね。同じ紺ですね、はい。まあ、くしくも4社とも紺のいわゆるトランクスになったわけですけどね、まあ、それにしてもドリーとテリーのこの本当に気の通った兄弟チーム、はい、後ろ姿なんか実にそっくりですね。ファンクスのこのテリー強引に今腕を攻めてますね、はい。先ほどの序盤戦の展開とは打って変わります。ファンクス、まあ、優勝候補ナンバーワンということは自分たちも意識しているでしょうね。川津学から川津落としを見せます。ドリー・ファンクジュニア、今の技ね、はい、日本では川津落としと言ってるんですが、アメリカの一地区ではこれをサイドスープレックスというような呼び方もしてますね。まあ、この優勝戦線に絶対的に残ってくるだろうと思われますザ・ファンクスですが、まあ、12月6日には福岡の大会ロビンソン・ホフマン、ヨーロッパ最強コンビとの一戦も控えてますね。そうですね、これはまたね非常に面白いですね。さあコーナーマットに追い詰められました天竜です。そしてチョップを見せます。いや、天竜チョップだ、天竜チョップだ、天竜チョップを見せます。師匠に見せます。アメリカの師匠を放り投げます。天竜なかなかやります。しかしちょっと腕のダメージ大きいですね。十分にドリーファンクジュニアがですねぐっと構えて、さあかかってこいという感じも受けられましたですね。そうですね。さあダブルアームスープレックスの体勢だ。腰を落とします。天竜やっとの思いで逃げました。まあ、ファンクスが試合前軽く一周するんじゃないかと思われましたが、カウンターのドロップキック、旗。さあ天竜が登場です。サウスポーからのチョップ、そしてサイドサイドスープレックス、アメリカの師匠を放り投げた。天竜カバーに行く。テリーが入ります。テリーが入ります。テリーがサイドスープレックス。おっと、これは反則ですが、すかさずドリー・ファンクジュニアが天竜を仕留めます。エルボースマッシュ、意外とファンクス苦戦ですね。そうですね、非常に前線ですからね日本組は。まあ、優勝候補ナンバーワンということでそれも意識しているのでありましょうか。ちょっとエルボーを落とします。ファンクスの動きが速くなってきましたね。ネックブリーカードロップ、大技が次から次と出てまいります。ファンクスであります。なんとか必死の思いでファンクスの攻撃から逃れていますフレッシュコンビですが、天竜がやっとタッチに成功。ロッキーが登場であります。右のチョップ攻撃、そしてロープに飛ばした。何が待っている。ショルダースルー、カバーに入ります。よっと、カウントはワンであります。ロープに飛ばしました。おっと、ジャンピングニーパットですね。ジャンピングニーパットですね。ガチャンというような音が聞こえてまいりました。顔面の真ん中にヒットしましたね、はい、鮮やかなジャンピングニーパットが炸裂。そして人間風車、対角線上に投げます。天竜が弧を描いて落ちました。そして余裕を持って今度はテリーが登場です。おっと、テリーが
スピン、スピン、トーホールド。いいですね。スピンを加えます。スピン、トーホールド、入りました。弟のテリーが仕留めます。ジュニアがね、代わりに入りました。天竜、手が出せません。鮮やかな足殺し、スピリングトーホールド。パンク一家の面目躍状、殿下の宝刀、スピリングトーホールド。ザ・ファンクス、テリー・ファンク、ドリー・ファンクジュニア組がまず初戦勝ち点2を挙げました。